サルカニ合戦、芥川龍之介。カニは臼、鉢、卵とともに握り飯を奪った猿を殺して敵を取った。だがお話では話されてないことだが、彼らはその後警官に逮捕され投獄される。そして裁判の結果、主犯のカニは死刑に、共犯者は無期懲役の判決を受ける。新聞雑誌の公論、学識者、宗教界など各方面からもカニたちに冷たく批判的な意見が寄せられ、死刑は滞りなく執行された。残されたカニの妻は賠償婦となり、長男は心を改め株屋で働き始め、次男は小説家となった。三男はカニ以外の何者にもなれず、やがて握り飯を拾うが、木の木陰には一匹の猿がいた。その先の話は、もしも猿と戦ったらカニは天下に殺されることは事実だと和者は語り、君たちも大抵カニなんですよと締めくくる。